はいどうもお車研究所カードサービス、そうそう車にもファッションっていう時代がやってきて大変だと思う研究員2号の矢野と、スプリングファッション、サマーファッション、ウィンターファッションを待ってます。カメラ担当岩明です。よろしくお願いします。さあ矢野ちゃん、はい、今日は NBOX のご紹介なんですけれども、はい、ただの NBOX ではないとお聞きしました。はい、NBOX にもファッションスタイルっていう新しいお仲間が増えたっていうことで、はいはい、グレードみたいなポジションのことですね。そうですね、はい、特別商社とかいろいろあると思うんですけれども、はい、その中でただ単に特別商社じゃなくファッションスタイル、なるほど、はい、いいですね、はい、楽しみですね、うん、そのお車を NBOX 3台並べてご紹介していただけると、はい、非常にありがたいですね。めっちゃゴージャスですね、うん、そうなんです。圧巻の NBOX 3台、はい、でまたこの後ろがすごく映えたお色の NBOX になります。はい、それでは紹介していきましょう。行ってみよう。それでは早速、はい、NBOX のご紹介ということで、はい、こちらがノーマルのベースグレードですね、うん、はい、もう前もご紹介した通り、はい、いいお車ですと、はい、間違いないお車なんですね、はいはい、で今回はですね、いろんなカタログ内での困りがどうだとか、トルクがどうだ、燃費がどうだとか、はいはいはい、そういうのは一切しません。そういうのはカタログとかウェブで見ていただいて、ご紹介していただきたいのは、今回はそのファッションなので、はい、もう見たままの能力とかそういった形で側をご紹介そうですね、はい、まずパッと見で違うのがタイヤのところがなんか違うなと。あ、視覚動画でですね、はい、ファッションスタイル、ファッションとしてですので、まず全然目を引くのは色が違う。あ、そうですね、これはファッションスタイルでしか選べれない、選べない、そうです。ですので私のオープニングにお伝えした振りが効いてくるわけですね、はい、こちらがなんとカラーがオータムイエローパールという、はい、オータムイエローパールという形、はい、オータムはどういう意味ですか。はフランス語的な、フランス語、はい、ありがとうございます、はい、ですので私、はい、オープニングでお伝えしたようにウィンターファッションとか、はい、スプリングファッション、はい、サマーファッションというのが今後出てくるのかなと思ってですね、オータムって9月とか10月、まあ、秋という意味ですね、秋、はい、秋に登場してる、ね、オータムファッションがあるのかなと。で確かに言われるとこれなんか秋っぽいなと思うんですよ、はい、確かに、はい、でオータムファッション以外にカラーがあと2色なんて名前なんですか。水色っぽいのと、はい、ブロンズ的なパールの感じで、はいはい、ですのでその名前を聞いてるんですよ。漂流ドっていうのと、はい、何ですか。漂流ド、漂流ルド、漂流ルド、漂フォ、ですね、はい、こういうふうにフィヨルド、フィヨルド、はい、というわけでNBOX ファッションスタイルですね、はい、の限定カラーという形で今回こちらのお車がオータムイエローパールですね、はい、はい、そして水色っぽいやつですね、これ矢野ちゃんがさっき言ってた、はい、フィヨルドミストパール、はい、そしてもう一色がプレミアムアイボリーパールと3色で展開、はい、ですので、ね、もうパッと見ですね、この両サイドにある白色はまあノーマルの NBOX と、うん、で真ん中にあるのがファッションスタイルと、はい、ですね、私の車あれ車駐車場どこ止めたっけなって、あ、私ファッションスタイルだから、あ、この色すぐ分かるっていうことですね。ありがたいですね、はい、そしてカラーだけじゃないと。そうです、はい、ここ行きましょう。やっぱりカラーだけじゃなくて、はい、ホイールの、ま、ホイールのデザインですか、キャップですか、これはキャップです。キャップデザインが異なってきます。まず、はい、ホイールの色がホワイトと、そのオータムイエローのカラーと、オータムイエローパールと、パールと同色になると。同色になって、いいですね、おしゃれですね、はいはい、でこちらは通常の銀色、いつもあるホイール、はい、デザインホイール、はい、いいですね、両方いいんですけど、はい、こっちの方がオータムイエローが効いてるなと、うん、これちょっと私思い出したのが、はい、もうちょっと今はないんですけど、はい、NBOX スラッシュっていうありましたね、はい、あれがこういったタイプの感じで、あ、確かにありましたね、こういうホイールデザイン、うん、デザインのカバー、はいはいはい、うん、でちょっとなんかその NBOX スラッシュって、はい、音楽系のこうスピーカーとか音響がいいみたいなのちょっと、なるほど、そっちにこだわった感じですね、はい、感じで、ほいほいほい、で今回はまあファッションっていうことで、うん、でまた違ってくるのが、はい、この
ドアミラーのカバー、はい、まあまあちょっとこう比べてみればすぐ分かるよね。色の違い透明だとちょっと分からないですよ正直、はい、透明だとこんな形で、まあ、白っぽいなとは思うんですよ確かに。でもただよくまあまあ矢野ちゃんのそうですね、はい、あの手袋と比べていただけるともすぐそうですね、そうしていただければより違いが分かるんじゃないかなと、うん、これがオフホワイトでございます。今回これがファッションスタイル限定と限定、はい、それだけじゃないと。さらに、はい、このドアハンドルの方もやっぱりそうですね、ここも作りが何色ですか。オフホワイトでオフホワイトでいいですね、はい、それでこういうこちらは、まあ、同色ですので同色で、ですね、はい、だからよりなんかあのドアとドアハンドルの立体感が強調されるので、うん、そうですね、うん、この時点でこの画角だけはファッションスタイルだってすぐ分かります ね、うん、ね、はい、お値段で言った場合ですね、はい、こちらノーマルというか左側1648,900円、はい、でこちらだとファッションスタイルだと1747,900円と、はい、ちょっとお値段がやっぱその分約9万ちょっと10万近く違いますよね、はい、でも性能としてはまあホンダセンシングもそうですし、はい、この LED ですねヘッドライトも一緒ですよ、はい、一緒ですしですね、あと電動パーキングとかもついてるの、はい、まあ、ここら辺は一緒ですね。そうですね、もちろん、はい、あの UVIR カットなんかもそうですね両方ついてますし、はい、ですのでもう本当にオフホワイト塗装がついてると、まあ、ここのホイールキャップのデザインが大きく違うというところですね。それ以外は特には大きく変更はないと。そうですね、あの、はい、バックスタイルも同じ形状なので、はい、後ろ見てみましょうか。そしたら見てみましょうか、はいはい、というわけでバックスタイル見たところほぼ一緒と、うん、もうテールレンズの形状もそうですね、クリアになってたりとか、うん、そういうのもあるのかなと思ったら意外ともそこは全く一緒なんですね、はい、ですので本当にカラーとホイールキャップとドアミラーとアウターハンドルが違ってくると。違ってくる。ただこの選べるカラーというのはありがたいですね、はい、もうこのファッションスタイルでないと選べれない3色が存在すると、はい、これはいいですね。だからなんでしょうね、うん、Nボックスをちょっとカタログ見た時にパッと見ちょっとカラーが少ないんじゃないですか。そうですね、多分6色ぐらいしかなかったんですよ。それでいてちょっとあの青とか赤とか、うん、結構あの明るめの色がなくて、はい、ノーマルベースだとどっちかっていうと、それいくとプラチナホワイトパール、うん、そしてプレミアムサンライトホワイトパール、これも白っぽいですね、はい、でこれルナシルバーメタリック、あんな懐かしい、はい、あのちょっと水っぽい、かっこいいな、メテオロイドグレーメタリック、うん、クリスタルブラックパール、うん、トワイライトミストブラックパールと、この6色なんですね、はい、でそこにファッションスタイルが3つくると、うん、はい、ものベースがモノトーン色なんでしょうね。そうですね、うん、このデザインってやっぱり Nボックスといったら個人的な感想なんですけど、やっぱり白色のイメージが非常にあるんですよ。ただその前のN ボックスはあのピンク系も出てたんですよ、可愛らしい。ああ、ありましたね、シルバーっぽいやつですね、うん、確かに。結構あのピンクも発色がすごい綺麗なやつだったりとか、はい、カラーで言った場合ですね、うん、カタログで見た時にプレミアムサンライトホワイトパールとフィヨルドミストパール、これ結構ブルーっぽい形で似てるじゃないですか、はい、でもファッションスタイルとノーマルとでやっぱり違うので、発色実物を見ないとちょっとやっぱり、うん、N ボックスはあのルナなんとかっていう、はい、ルナシルバー、ルナシルバー、はい、これはシルバーよりの青より、あ、なんですね、はい、なのでこれも結構あの名前が素敵ですね、ルナシルバー、はい、結構好きな色ですね、ルナシルバーは。なるほど、うん、ルナトリガーみたいな感じですね。と違うと思うけど、違いますね、大変失礼いたしました、はい、はい、ありがとうございます、はい、はい、では今回 Nボックスファッションスタイル良さどうだったでしょうか。いや非常に勉強になりました、はい、Nボックス自体にベースグレードしかないというのも衝撃受けましたけれども、そこにファッションスタイルという新たなグレードといいますか、このファッションのように車を着飾るというんですかね、矢野ちゃんのように私もファッションに目覚めていきたいと思いました。ありがとうございます。では Nボックスはですね、ボックスさんの免許取り立てはこれを乗れという動画もありますし、いろんな Nボックスの、紹介している動画もありますので、ぜひご覧ください。今回この動画がいいなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価と素敵なコメントよろしくお願いします。それではまたのご紹介でお会いしましょう。バイバイ。